ハミルトン級カッターは、アメリカ沿岸警備隊の長距離カッターの環球。1960年代後半から1970年代前半に、かけて収益した大型の紹介艦であり、法執行任務、防衛任務、そして長距離捜索救難任務などを担当している。同型船は12隻。アメリカ沿岸警備隊では2021年までに、 運用を終了し、バーソル普及と交代しているが、退役船の多くは、各国の海軍、沿岸警備隊で最終役している。船体は、構成の溶接構造、上部構造は、アルミニウム合金製とされている。船首形状は、クリッパーバウトされた。なお、気象学、海洋学のための研究室が設置されている。本級は、アメリカ軍の軍艦として、 初めてガスタービン指揮官を搭載しており、海軍のスプルーアンス級駆逐艦が収益するまでは、アメリカ軍としては、最大のガスタービン指揮搭載艦でもあった。指揮官は、コドッグ方式とされており、巡航機として、フェアバンクスモース社製 38TD8 から1、8から12ディーゼルエンジン、高速機として、 フラットホイットに位射星 FT4A-6 がスタービンエンジンを搭載し、減速機を介して2軸の可変ピッチプロペラを駆動する。また精密な相関が求められる場合に備えて、艦首に陰見式、サイドスラスターも装備している。心臓当初、レーダーとしては、対空捜索用の案、SPS-29D と、対水上捜索用の案、 SPS-51 を備えており、また艦砲は38口径5インチ炭素砲をマーク56砲射撃式装置と組み合わせて搭載した。ソナーとしては、海軍の案、SQS-35 可変深度ソナーを、船底装備式に改めた案、SQS-36 を搭載し、後に改良型の案、SQS-38 に更新した。 対戦兵器としては、当初は、初期建造船のみ、ヘッジホッグ対戦迫撃砲を備えていたが、1970年より、これは撤去され、前線が、マーク32モッド7三連装単魚雷発射艦とこのためのマーク309水中攻撃式装置を順次に搭載していった。本級は、アメリカ沿岸警備隊の長距離カッターとしては初めて、 建造当初よりヘリコプターを搭載するように設計されている。小型の艦でヘリコプターを運用する必要上、ヘリコプター艦舶は艦の中央部に設けられており、長さ26.82メートル幅12.2メートルを確保した。またその直前、2本の煙突の間に設けられた格納庫には、HH-52A 級難ヘリコプターを収容できた。 その後、格納庫は閉鎖されたが、ヘリコプター乾板は維持された。その後、1985年から1992年にかけて、本級はアメリカ本土防衛の重要な戦力として装備を強化するフラムを受けた。J メートルシーズを元にした戦術情報処理装置として SSCS-378 が搭載されたが、これは MX-512 端末により、リンク11を運用でき、海軍戦術情報システムに加入することができる。また、WSC-3 衛星通信装置も搭載された。手砲及び、GFCS は、海軍のリバーハザードペリー級、ミサイルフリーゲートと同じ、62口径3インチ単装砲及び、マーク92に変更されたほか、 対空レーダーは、アン、SPS-40 に換装され、マーク15、1520無シイップリングウィズズ1機を追加搭載するなど、防空力は大幅に増強された。ただし、電波探知装置を、アン、SLQ-32 に更新する計画は、実現せず、6隻が、アン、WLR-1H7 へのアップデート回収を受けるに止まった。 この際に、入れ子式の部分を追加して、ハンガーも復活しており、ここには、救難用の HH-65 ドルフィン、または HH、HH-60JJ ホークが搭載された。他、U 字には SH、SH-2C スプライトランプスマーク、アイヘリコプターの搭載も想定されており、これに対応するため、その部位情報伝送用のデータリンクを呼び合う。 SQR-17A1 その部位信号処理、装置も装備した。しかし冷戦終結を受けて、1992年7月、ランプス用装備やソナー、対戦兵器などの対戦戦装備をすべて撤去する、決定が下された。また前線に、ハープーン艦隊艦ミサイルの運用能力が与えられ、1990年1月16日には、 三番線のメロンにおいて初の実写が行われた。ただし実際にミサイルを搭載したのは5隻のみであり、これらも2001年までに撤去されたが、運用能力は維持されているものとされている。当初は36隻に及ぶ大量建造が計画されていたが、実際に建造されたのは12隻に過ぎなかった。基本的にアメリカ周辺海域での放出口任務や、 捜索救難任務に当たっているが、ベトナム戦争においては、アメリカ沿岸警備隊第3戦隊として、マーケットタイム作戦に参加して、沿岸での海上阻止行動を実施した。また、1990年代以降は、アメリカ海軍の戦力削減を受けて、空母戦闘軍の護衛艦として加わるようになり、1996年のバルト海諸国海軍合同演習に、 ギャラティンが、さらには1999年には、空母打撃軍の一員として、ミジェットが参加した。さらに近年では、海外において、アメリカ海軍艦船に対するテロを防ぐという任務も、付与されており、海軍との合同作戦の頻度は増えている。2008年8月20日、アメリカ国務省のウッド副報道官代理は、南オセチア紛争で被害を受けたグルジアへの、 人道復興支援のため、ダラスをはじめ、アメリカ海軍第6艦隊機関、ブルーリッジ給用陸士機関、マウントホイットニー及び、同艦隊所属のイージスク地区艦、マクファールの3隻に人道支援物資を積載した上で、国会に派遣することを発表した。退役したカッターは、他国の海軍艦艇として、最終役したものがあり、2011年3月に、 退役した2隻はフィリピン海軍とナイジェリア海軍2013年3月と10月の2隻はフィリピン海軍バングラデシュ海軍とそれぞれの使用に回収改装が行われ所属国のフリゲートとして再収益しているこのうちフィリピン海軍でグレゴリオ・デルピラール級フリゲートとして再収益した船は南シナ海への海洋進出を強行する 中国海軍に対抗するために、フィリピン海軍の虎の子として、有事の際に活躍が想定されるほか、優美な外観から東南アジア周辺海域における、多国籍共同演習において、各国の軍幹部を外交儀礼としての訪問を受ける、際にホストシップとしても活用されている。ありがとうございます。